新之助の部屋改めまして明けましておめでとうございます新之助でございます、えー、今年一発目2023年一発目の収録による新之助の部屋でございますうさぎ年本年もよろしくお願いしますさあえー、久しぶりにね東京帰ってきたんですけれども元旦に千葉松戸の実家に帰って墓参り 初詣、も,たもろもろ実家のことをやりまして2日からもう出ずっぱりでです、ね、あの昨日久しぶりに東京帰ってきたんですけどあの東京、あったかいですね、今年の冬、本当寒くてですね、まあ、静岡だったり大阪だったり、えー、福岡だったり、まあ寒いんですよ、風がね北風が多いんだか、なんだか知らないですけど、まあ、寒くてですね。 体調は本当気をつけないとなって思いながらあ東京の暖かさが骨身に染みてる感じですねはいはいそれでは去年来た質問からいきたいと思う前に時事ネタですねはい、はい、今回の時事ネタはえ昨日1月9日は成人年齢が18歳に引き下げられて、はい、初めてとなる成人の日でしたそっか、はい、18歳で成人式やったんだ <で>ええ、18歳の新成人を対象に行うのは全国で3つの市と町にとどまりほとんどが従来通おりああ20歳からだったん、ね、うですね新之助さんの成人式の思い出などあればお聞かせください、ええ、あ僕成人式の時はすでに、ね、あの働いてってその成人式のお祭りムード的なのが全くなかったんですよね。 だから僕の持論としては、僕の持論ね、成人式やめちゃえばいいのにっていう。<laughs> あの、おそらく新成人の半分いかないぐらいなんじゃないですか、式出るのって。どうなんだろう。田舎ほど成人式って重要視してるのか知らんですけど、僕の周りで成人式出席したやつって本当、いないんだよね。うん。それぐらいね、あの、すさんだ成人式の日でした、僕の成人のあれは。 でまあ一応仕事帰りに、えー、それこそ松戸駅で飲んで上野で働いてたんですよ。でああそういえば成人式あったんだみたいな感じで飲んだ後東口のロータリーに行ったらまあいわゆるねあのチーマーとか暴走族とか前世の頃だったんでもうすごいですよ乱闘騒ぎで、えー、どこどこの誰々が日本と思ってなんかやっちゃったとか,かあんまりそのいい思い出がないんだよね。うん ペルはペルとかすごいんじゃないの群馬あたりだったらいや当時はそこまでないとああ結構落ち着いてきてた感じなんです成人式出た出ました,出ましたあ同窓会だよねただのそうですねそのあとですね成人式のあとに飲むっていうだけだよねだから成人式があったからなんかその人間として変わったっていうのもないよね でも成人式をきっかけにその古い仲間たちと会うっていう機会を作ってああ,あそ,れだからそれはそれでやってくれって勝手にやってくれって感じで <laughs> その国を挙げてやることじゃねえと思うんだよねまあ僕の持論なんでね成人式絶対必要だよっていう人もいると思いますけど僕はそういう考えなんでみんなひろは一番近いじゃん行ってないですよだよねどうでもいいよね行ってないやつからするとね本当どうでもいいんだよ うん、あの静かにしててくれっていういつも通りにしててくれっていう感じなんですよねはいはいそれでは質問いきます知り合いの転売ヤーの話から来た質問です七原浩平さんすますろ出だしが少し怪しいですね満内、まあ、報告多い一方爆笑報告もありもう触らない規制とは一体 ウォーク氏はミミズモードが検定用の特殊設定などではなどの意見が多数参見され、ありすぎず、マイルドな機種が好まれている一方、出ない機種は叩く現状のユーザー。やはり打ち手はわがままなのかなと実感しています。鏡が出てからが意見が楽しみです。だから鏡出る直前ですよね。おそらく12月の頭ぐらいに来た質問だと思うんですけれども、うーん、何でしょうね。スマソロいいっすよね。うん、すごくいいと思う。 ただあの、いい店と悪い店の差がもう明確に出ちゃってるんで、先日7日かな、7日に行った店なんて言ったら、もう、バルブレーブ、バキ、鏡から埋まっていく感じ、しまいにはリノまで埋まるっていう、でスマスロやっぱね、低設定はだいぶきついんですよ、ええー、相当きつい、まあ、上もきついんだけどね、あの既存の6.5号機とか6号機に比べて、高設定機の勝率が低くできてるんで、バキにしても。 おーバルブレーブレにしてもただ、鏡に関してはもう別格で5、6あればまあ8割、9割勝率があるんでそのでそれ鏡に関してはまあ今までの6号機と同じように向き合っていいんですけど、バルブレーブと馬キに関してはもう5、6の勝率が低い一方で、えー、下が本当に辛いんですごく大事に扱っている店で打たないとそれこそ被害者の会があ全国の至る所でできてしまうと思いますので。 スマスロを打とうと思っている人はスマスロの稼働のいい店で打ってください。これはもういろんなところで僕言ってることなんですけど、本当にそう、うん、うん、はい、いう感じですね。はい、次、サッカーから学ぶことからですね、ワールドカップやってた時期です。バ、えー、ルブレーブ打ちましたが、CZ も簡単にする。 一撃万枚庶民にはハードルの高い大だと思いました AK さんねアンセムさん仮にミミズモードがあったとしても安定して勝てるならよくね味噌、えー、汁さん19回革命ラッシュやって3戦突破1回しかしてない、えー、マサトさんおかしな機手だと感じた人は打たない方が得策かと思われます、えー、どんな機手でもミミズグラフになるでしょう一日中打てば ね、あのちょうど「バレブレイブ」の試験対策用のモードがあるんじゃないかって言われてた時期の質問だと思うんですけどもあの僕逆にその今もう分かってる人は分かってると思いますけど試験対策用のいわゆるミミズモードになった時のマイ数ってきは早い段階で気づければプラスマイナス1000枚ぐらいで終わるんですよ。うん、で一方でそうじゃないだいって俺実は昨日クソ味噌負けたんだけど。 え,えぐいぐらい負けるんですよ。どっちのがいいっていう話ですよね。1月のいつだっけあれ、えー。5か。5の時は、もう1代目が、ああ、これミミズだと思って、プラス300枚でやめてんですよ。えー、で、次の代でしっかり、あの普通の、通常のモードをやって、えー、2万使って、出してっていう、そういう立ち回りもありだと思うんで、まあ、一つのゲーム性だと思って、えー、捉えるといいんじゃないですかね。 でミミズの見極め方ですけれども、おチ,ャチャンスモードで、えー、対応薬あるじゃないですか。例えば、キューマだったらリプレイ。で、ハルトが V ぞろいで。V ぞろいとリプレイぞろいじゃないのに当たった。イコールミミズの気信号、黄色信号なんですよね。そうん、あと役、冷悪。あと、冷悪忘れてた。冷悪以外。だ弱はよりは1万薬外れ目ですよね。うん。あれでなんか1回、2回、3回と当たったらもうだめだと思った方がいい。はっきり言って。 であとはその挙動とね、400円以内に大体チャンスは当たるんで、であと、超革命いかないっていう話が出てるんですけど、行きますんでね、あの革命ラッシュ、えー、腹切りチャレンジ中に連絡引くと、やっぱ通るんで、えー、で通った後超革命行った後単発2連で終わっちゃう。だから、なんとか自力で連絡引いてれば伸ばせることは伸ばせるんだけど、あのやっぱ終わってしまうっていうのがあのミミズなんで、ただミミズでもプラス1000枚ちょっとぐらいには行くんで、そこですね。 はいで今ですね、1月14日土曜日、今日からですね、えー、オンラインサロンパチスロクラブう開放し始めました、1月31日、えー、火曜日、1月いっぱい開放してますんで、興味のある方は、これは入ってきてください。で別に、そのこれこれにあの入ってこい、入ってこいっていう感じじゃないんで、入りたい人は入って、えー、僕であり、ペルペルであり、みなひろとコミュニケーション、より濃いコミュニケーション取ろうぜっていうものですんで。でいいろいろ毎月オフ会ありますし あ例えば言いたくないんだよ <laughs> あの殺到しそうで例えばボートのプレミアムなオフ会とかもあるのよ、うん、とかまあねあの入ってくるとプレミアムなことはあるのは間違いないんであの興味のある方は是非1月いっぱいあげてますんではいいう感じでございます本年も一つよろしくお願いします